ソータの入れてくれた紅茶美味しい。そういえばこんな可愛い模様の食器持ってたんだね。ポーセラーツっていうのに最近ハマってるんだ。ポーセラーツ？ポーセラーツの食器を作りに行った結果、私の名前は水戸ゆりか。幼なじみの獅子原蒼太からクッキーを作りすぎてしまったと連絡があり、蒼太の家に遊びに来ました。蒼太は可愛いクッキーを作れる上に、美味しい紅茶を入れることができる女子力高めな男子。普段は可愛い蒼太ですが、実は中学時代ヤンキー構想区域をたった一人で一掃した伝説の元ヤンなんです。ポーセラーツっていうのは転写紙とか手書きでお皿とかコップに絵をつけるものなんだ。結構 SNS にもアップされてるよ。おお、いろんな柄があるね。これ全部そのポーセラーツで絵をつけたものなの？この前体験会に行ったら面白くてハマっちゃったんだ。自分の好みの柄にできるって楽しそうだね。ゆりかも体験してみる？お、いいの？やってみたい。空きがあるか調べてみるね。あ、ちょうど枠があるよ。体験。一枚一枚柄が違う。可愛いのから大人っぽいのまで。ここの店長さんがポーセラーツの講師もやってて、めちゃくちゃセンスいい人なんだ。いらっしゃいませ。あ、獅子原くん。こんにちは。今日は俺の幼なじみにポーセラーツ知ってもらいたくて体験に来ました。そうなのね。ぜひ楽しんでいってください。よろしくお願いします。こちらへどうぞ。ポーセラーツというのは、磁器という意味のポーセリンと芸術という意味のアートを組み合わせた造語なんです。白磁という白生地に無色の釉薬を施して、高温で焼いた磁器にシール感覚で使える転写紙や釉絵の具で自由に絵付けできるハンドクラフトなんですよ。へー、難しそうって思ってたけど、案外簡単にできるんだね。そうそう、だから初めてでも全然難しい感じしないよ。ここにある転写紙の中から好きな柄を選んで配置を決めていきましょう。わあ、かわいい柄がたくさんある。転写紙にテンション上がってるソータがめちゃくちゃかわいい。どれにするか迷っちゃうね。動物柄でチャレンジしてみようかな。私は花とかかな。柄が決まったら使う部分をカットして仮で配置して構図を決めていきましょう。もうこれはセンスが問われるような。悩んじゃうよね。構図が決まったら転写紙を水につけて台紙を剥がしてお皿に乗せます。そしてゴムベラで水分と空気を抜いていきます。見て、俺はこんな感じにしたよ。かわいい。ゆりかはどんな風にしてみた？私はこんな。わあ、シンプルでおしゃれだね。どうするのがいいのかよくわかんないけど適当に並べてみた。二人とも素敵ですね。もしよかったらこの体験会の様子をお店の SNS にアップしてもいいですか？顔は出さないようにしますので。はい、全然いいですよ。私も大丈夫です。ありがとうございます。二人ともよくできていますね。あとは作品を乾燥させて電気炉というものに入れて焼いたら完成になります。後日お渡ししますね。完成が楽しみだね。うん。ポーセラーツのお店ね。いらっしゃいませ。どうも。あら、あなた私を見て何とも思わないわけ？え？いやーね、ポーセラーツアーティストのめぐみポセラを知らないなんて。これ私の作品。あ、 SNS で拝見したことがあります。失礼しました。有名な人なのかな。めぐみポセラさん、聞いたことある。確か SNS で人気だったはず。最近は雑誌とかテレビで取り上げられて、ポーセラーツを気軽にやる人が増えてるらしいわね。そうなんです。センスのない素人が増えたってことじゃない。嫌なっちゃうわ。誰もが楽しめるって素晴らしいと私は思います。店長さんのおかげで俺ポーセラーツにハマっちゃいました。ああそう。そのせいで私の SNS にいいねが全然つかなくなっちゃってんのよ。この店ごとぶち壊してやるわ。ちょっとどいてくれる？え？危ない。はあ、よかった、割れてない。ありがとうございます。あら、ごめんなさい。お店が狭くて余計な邪魔が入ったわね。ポーセラーツ体験ね。何その柄、ダッサいわ。
私だったら絶対そんな柄にしないし。そんな、それぞれ自分の好きな柄で楽しめるのがいいかと思うんですが。素人にはわからないのよね。破壊。店長より私の方が経験値もあるんだから教えてあげるわ。ここはもっとバランスよくしないとダメなのよ。そんな勝手に。他のお客様のご迷惑になりますのでお引き取りください。アーティストであるこの私を迷惑客扱い。ちょっと店が繁盛してるからって調子乗ってるんじゃないわよ。アーティストなら他の人の感性や個性を大事にするものじゃないんですか。もういいわ、こんな店。ネットに低評価コメントしてやる。この店のアカウントはこれね。え、何よこれ。あの子たちの作品が私の作品よりいいね数を稼いでる。素人の分際で許せない。あのテーブルにあるのがあの子たちの作品ね。私より目立ってんじゃないわよ。おい、いい加減にしろ。話しなさいよ。許せないのよ。なんであんたたちのは良くて私のはダメなの。ダメだって決めてるのはあんた自身だろ。え、今調べてあなたの作品を見ました。私はいいなって思いました。いいねの数が全てじゃないはずだ。でも忘れられるのが嫌なのよ。どんどん新しい人が注目を浴びるようになって私の価値がなくなっていく。だから目を摘んでおく必要があったの。それは違います。あなたがアップしたもののおかげでいろんなデザインだったり派生があったんです。私もその中の一人ですよ。そうだったの。自分だったらっていうのを表現できるのがポーセラーツのいいところなんじゃないんですか。私はすっかり周りが見えなくなっていたのね。私だって最初はただ楽しいからやってただけなのに。アーティストを名乗る資格ないわ。ご迷惑をおかけしてすみませんでした。傷つけてしまったものはもちろん弁償します。ティータイム。出来上がったマドレーヌをこの前届いたポーセラーツの食器に乗せてみたよ。おしゃれでいい感じだね。いただきます。うん、おいしい。自分たちで作ったものだと思うと余計おいしく感じちゃうよね。また今度新しい柄のお皿を作りたいな。いいね。今度はモカちゃんも誘おうか。そうしよう。途中トラブルもあったポーセラーツ体験でしたが、無事完成したお皿を使ってのティータイムはいつもより上品な感じがしました。今日の動画はどうだった。この動画のオープニング曲を紹介するね。チャンネル登録してほしいな。はい、ふざけないでちゃんと言って。チャンネル登録お願いします。